EN-N の米国ツアー日程に先立ち、大成功を収めた KP オープニングセプテットの JUN ゴールデンウィーク ON とネイティブインストゥルメンツ KI が、最近の晴れた島への訪問と、グループのデビュー以来の歩みについているオフィシェルに語った。シンガポールにも行かれたんですね。シンガポール旅行で思い出に残る瞬間は何ですか？ネイティブインストゥルメンツ KI。ツアーのアジア編の一環としてシンガポールを訪れるのは初めてでしたが、とても良い思い出がたくさん残りました。EN レーンの熱い熱意が、私たちのパフォーマンスを大いに刺激し、マーライオンパークの探索は楽しい経験でした。次回戻ってくるのをすでに楽しみにしています。EN レーンの熱い熱意が、私たちのパフォーマンスを大いに刺激し、マーライオンパークの探索は楽しい経験でした。次回戻ってくるのをすでに楽しみにしています。ネイティブインストゥルメンツ KI。活動真っ最中の時は、あまりピンとこなかったのですが、コンサートや音楽番組で、EN ゲーンの皆さんの反応を見て、EN ゲーンの皆さんが、どれだけ私たちを愛してくださっているのかを実感しました。私たちは、お互いの成果を祝福し合うと同時に、より良い成果を上げ続けるようお互いに刺激し合いました。EN-N 派、一緒につながり、発見し、成長するために団結することを目的としています。2024年のこの時点で、EN-N は、2020年以来、チームとしてどこまでつながり、成長していますか？ネイティブインストゥルメンツ KI。2022年の初ワールドツアー、マニー FES2 と比べて、FATE ツアーでは、自分自身とメンバーの中で、大きな成長を実感しました。さらなる成長を目指して頑張っていきたいと思います。これまでの4年間で、最も誇りに思う瞬間はありますか？ネイティブインストゥルメンツ KI。昨年9月に東京ドームで単独ライブをヘッドライナーさせていただきましたが、歴史ある大きな会場で両親の前でパフォーマンスできたことは、私にとってとても意味のある経験でした。まもなく4月下旬から5月上旬にかけてアメリカの都市でいくつかのツアーを行うことになりますね。あなたが最も楽しみにしていることは何ですか？また、米国のファンは何を期待していますか？ネイティブインストゥルメンツ KI。前回のツアーでは、EN ゲインの皆さんの声援が、演奏中に、とても元気を与えてくれて、頑張ろうという気持ちになりました。それに、新しく追加された私のソロダンスブレイクと、FATE、の振り付けに EN ゲーンの皆さんが興奮してくれることを願っています。年残りの目標と EN ゲーンが今後数ヶ月間 EN-L に期待できることを教えてください。ネイティブインストゥルメンツ KI。 現在新しいアルバムを制作中ですが、 EN ゲーンの皆さんに聴いてもらえるのが楽しみです。私たちのチームのメンバー全員が EN ゲインを念頭に置き、24時間体制で献身的に努力しています。私たちはこのアルバムをとても楽しみにしています。皆さんも私たちの興奮に参加してくれることを願っています。